シースターとドワーフ3、この2台をね、うまく使って天体観測をさらに楽しむことができるんじゃないかなと思います。10万円以内で買えるスマート望遠鏡のおすすめ機種はこの2台ですよね。しかもドワーフ3はシースターではできないね、撮影方法がいくつもできるという、そういうメリットがあります。こんにちは、スミヤです。今日はドワーフ3についての第4回目です。ドワーフ3の使い方のチュートリアルを作ってくださいという要望があったので作ってみました。後でね、この後見てもらいますが、2分でわかるドワーフ3スマート望遠鏡の使い方という動画を作りました。画面を見ていただくとね、どこをクリックしてどういうふうに今操作がされているのかというのが分かりやすくなるように作ってみました。まあ長い動画をね、見て勉強するのもいいんですが、短時間でね、ドワーフ3を使いたい方、2分あればこれでドワーフ3で美しい天体が撮影できますので、ぜひご利用ください。これからもね、もっと細かなチュートリアル使い方は解説していきたいと思いますが、とりあえずですね、ドワーフ3に今求められているのは美しい星雲とか銀河とか、そういうのを撮ることですよね。あとスバルなどの星団を撮ることですよね。残念ながらね、スバルを撮影した時も途中から雲が出てきて、スタックがね、2枚で終わってしまいました。15秒の2枚のスタックでもね、スバルが綺麗な形で見えますね。だから30秒で全体が綺麗に映るということですね。それから途中でね、風が出てきたのか雲が出てきたのか分かりませんが、15秒の間に星が流れている映像があったんですが、それはね、スタックから除外されていましたので、後で結果を見るとね、撮影された映像にはその星が流れたものがない形でね、 JPEG とか TIFF とかフィッツファイルで保存ができますので、安心してください。スマート望遠鏡は星が流れた映像は、これは星が流れているぞというふうにちゃんと理解をしてね、後でスタックするときにいちいちね、これは除外しようとか手動でやる必要はありません。全部ね、自動でやってくれます。これがスマート望遠鏡のすごいとこですよね。シースターを持っていて、シースターから初めて天体写真をやったという方からのコメントをいただきました。で、もっと広い視野で撮影したいと思ってですね、一眼レフを引っ張り出してですね、ポータブル赤道儀を買おうかなというふうに思っているそうなんですが、でもそこにね、ドワーフ3なら広い範囲が撮れるという話なので、しかもね、赤道儀機能も使えるとか、天の川も撮れるとかいうことになればね、この一眼レフとポータブル赤道儀も買うのをやめて、シースターとドワーフ3で同時に撮影して使い分けていこうかなというコメントをいただきました。それが非常にね、天体写真を撮る上で最も効率的な方法ではないかというふうにその方はおっしゃってました。まさにその通りですね。シースターはドワーフ3より焦点距離が長い分、小さな天体を少し大きく映すことができる。ドワーフ3は焦点距離が短いために、シースターよりさらにね、広い画角で撮れるということを考えるとね、同時に撮影してクローズアップした星雲、星団、銀河を撮るのか、それとも広角の星雲とか星団を撮るのかという形でね、同時に使えるっていうのがいいかもしれませんね。シースターとドワーフ3、この2台をね、うまく使って天体観測をさらに楽しむことができるんじゃないかなと思います。10万円以内で買えるスマート望遠鏡のおすすめ機種はこの2台ですよね。しかもドワーフ3はシースターではできないね、撮影方法がいくつもできるという、そういうメリットがあります。それから後発なので、シースターではできない新しいね、撮影方法が
できるっていうのがいいですよね。それで私もね、ポータブル赤道儀持ってます。実はね、ポラリエが2台あるんですね。ウェイトでさらにね、追尾精度を上げたりとか、重い機材を積んでも大丈夫なようにこれつけたんですけれども、でその時にね、もう1台注文してたようでね、今ポラリエが2台あります。ポラリエを新しく買うと今でもね、4万円ぐらいするのかな。はい。それからポラリエ U というね、新しい、ポラリエの最新型があるんですけれども、それだとね、5万7、8000円するのかな、6万円近くするんじゃないかなと思います。そういう選択肢もあるのかもしれませんが、天体写真を手軽に始めるならやはりね、このドワーフ3とかシースターが一番便利で簡単ですよね。はい。しかもドワーフ3は天の川などを広角で撮れるモードもあるので、そういう意味では一眼レフでいわゆる成形写真を撮ろうと考えている方は、このドワーフ3でも成形写真はね、もはや一番得意な望遠鏡なのかもしれませんね。日の出のね、タイムラプスを撮りましたけれども、タイムラプスでもね、非常に滑らかにタイムラプスが撮れてましたね。ドワーフ3、タイムラプス動画で星空を撮ったりすることもできるし、いろんな楽しみ方がね、広がりますね。残念ながらシースターは広角カメラがついてないので、やはりね、非常に視野が狭いので、星雲星団銀河をクローズアップして見るっていうのは非常に得意なんですけれども、ドワーフ3はね、それももちろんね、こなすことができるけれども、広角でもね、撮れるというのがすごいメリットですね。それから気づいたんですけれども、電源はね、内蔵されていて、モバイルバッテリーつなぐところもあるんですけれども、シースターはですね、外部電源を入力するところがあるんですけれども、これをつなぐとですね、シースターの本体自体が回転していきますので、ケーブルがね、ぐるぐる巻きになっちゃうことがね、時々あります。はい。ですから長いケーブル使えばね、そんなに問題はないんですけれども、その点、ドワーフ3の方は、回転しない、この部分にモバイルバッテリーをつなぐことができるので、本体がね、こうやって移動してもね、モバイルバッテリーがぐるぐる巻きになってね、コードが引っかかってね、抜けちゃうっていうことは全くないですね。で、そういう意味では非常にいいところにね、バッテリーの充電装置がついてるなと思いました。はい。それからシースターも喋ってくれることは喋るんですけれども、マイクはついてないので、ドワーフ3はね、まだ公式にはそういう機能があるよとは言われてませんが、ひょっとしたらマイクでスマートフォンなしで使えるようになるんじゃないかなというふうに期待してます。ドワーフ3はスマートフォンがないと操作できないんですかというふうな質問がありました。まあもちろんね、画面を見るにはスマートフォンを使わざるを得ないと思うんですが、本体にマイクが内蔵されているドワーフ3ならね、ひょっとしたら将来的にファームウェアのアップデートでね、直接音声だけでね、アンドロメダ銀河探してください、スバルを探してください、オリオン大星雲見たいですというふうに言えばね、わかりましたって答えてね、AI が自動でそっちの方に向かって撮影を始めてくれる。そしてその映像をね、Wi-Fi を使ってつながっているテレビとかにキャストしてくれるっていうふうなことになるかもしれませんね。そういう将来的な楽しみもね、あるような感じがしています。ドワーフ3が出たことで、このシースターの次のバージョンがどうなるのか、すごくみんな気になってると思いますね。このドワーフ3はこの9月15日、昨日だ、9月15日から出荷が始まると言われてますので、今日からですね、近い方は届くかもしれませんね。ただね、生産が中国ですから、私のね、ドワーフ3も香港経由で来てますので、香港から成田、そして成田から千葉に届いたという状況です。皆さんのところにもね、続々と届くかもしれませんが、9月13日23時4分にですね、次のようなメールが届いてました。
ドワーフ3は間もなく出荷されます。ドワーフ3望遠鏡の最初のバッチは工場で整然と梱包されており、出荷段階に入ります。各ユニットは厳格な品質チェックと慎重な梱包を受け、完璧な状態でお客様のお手元に届くようにしています。しばらくお待ちください。星空観察のお供はもうすぐ到着します。こうご期待というふうなね、メールが金曜日ですから、今日は月曜日か。はい。3日前にね、午後11時ぐらいに届いてますので、それから2日半ぐらい経ってますけれども、もうね、出荷されているようです。15日から出荷が始まるっていうことなので、皆さんのところにそのうち届くんではないかなというふうに思っています。それからね、動画を見た方が、今日応援購入しましたっていうメールも来ましたね。はい。チュートリアルお願いしますってありますので、まあこれからね、使い方の詳しい解説動画を作っていきたいと思いますので、乞うご期待です。それからね、野鳥を撮ったんですけれども、トラッキング機能の使い方まだマスターしてなくてですね、画面の中を水鳥が泳いでいく姿を捉えることができたんですが、追っかける機能をまだね、使いこなしてないので、これもね、そのうち試してみたいと思います。オートトラッキングっていうのがあるのかな？はい。で、鳥が画面の中に入ると自動でそれをトラッキングしてくれて追いかけるモードがあるようですね。それから UFO も追いかけてくれるようです。まあですから飛行機なんかもね、追いかけてくれるんじゃないかなと。ドワーフ3でドーナツ星雲などの小さな輪は見ることができますかという質問もありました。ことざのリング星雲のことだと思うんですけれども、もうすでにね、ドワーフ3でドーナツ型のね、リング星雲を映した方いますので大丈夫です。はい。意外とね、小さい天体も映ります。まあ、シースターでもね、リング星雲はもちろん映りますけれども、やはりね、そんなに大きくは映らない。まあ、ドワーフ3はさらに小さくなってしまいますが、まあ、それでもね、色とか形はしっかり見えると思いますので、ぜひね、リング星雲、ドーナツ星雲にチャレンジするのもいいかもしれませんね。土星とか木星はなかなかね、シースターでも難しいので、ドワーフ3はあまり得意ではありませんので、口径の大きいドブソニアン望遠鏡、マクストフ・カセグレン望遠鏡とかね、焦点距離の長い望遠鏡で見た方がいいと思いますが、そういう特別なね、惑星を見たいという用途には、残念ながらドワーフ3は向いていませんけれども、それ以外の天体を見たいんであれば、もうドワーフ3、1台でね、毎晩天体観測を楽しむことができると思います。簡単に持ち運べて、簡単に設置して、そして簡単に自動導入、自動追尾をやってくれるのは、やはりね、スマート望遠鏡。まあその中でもね、最もコンパクトで、高性能で、使い勝手が良くて、便利なスマート望遠鏡といえばね、シースターだったんですけれども、そのシースターの強力なライバルっていうか、シースターを超えたね、スマート望遠鏡としてドワーフ3が登場していますので、この後ね、実際に2分でわかるドワーフ3、スマート望遠鏡の使い方動画を見てもらいますので、ご覧ください。どうぞ。2分でわかるドワーフ3スマート望遠鏡使い方。アトラスをクリックします。虫眼鏡マークをクリックします。天体名を入力します。ハートマークでお気に入り登録できます。カメラマークをクリックします。ワンクリックで移動します。レンズを星が密集した雲のない空に向け、障害物がないことを確認してください。構成中です。移動成功。成功です。広角カメラ映像を消せます。フォーカスを調整します。オートフォーカスと無限遠が使えます。クリックします。
15秒の撮影が始まります。リングが一周すると15秒です。はい、1枚目の撮影が終わりました。2枚目に入ります。15秒で2枚目の撮影が終わります。リングが一周すると15秒です。星が流れた画像は自動で除外してくれます。これは流れてますね。スタックから除外されます。はい、除外されました。もう一度最初から始めてみましょう。リングが一周すると15秒の撮影になります。はい、1枚目が撮影されました。2枚目に入ります。はい、2枚目に入りましたね。カレント2、スタックド1になっていますね。 M45 スバルです。スバルプレアデス星団、15秒の2枚のものです。こちらはフォトディレクターで AI のノイズ除去をしたものです。いかがでしたか？概要欄にドワーフ3の予約購入詳しい情報がわかるサイトを載せておきましたので、ぜひそちらのリンクで予約をしてみてください。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタン、メンバーシップよろしくお願いします。えいえいえいと出番がなくなっちゃうね、ドワーフ3が来ると。